ステファン・オテルマ彗星は1867年1月22日にマルセイユ天文台でジェローム・イー・コッチャが発見した周期彗星である。コッチャは発見当初はこの彗星を境外銀河と思っていた。天気が回復した1月24日から25日にかけてマルセイユのエドアール・ステファンが彗星だと気づいたため、この彗星にはコッチャではなくステファンの名が付けられることとなった。 その後、1942年11月6日に、トゥルクでリーシオ・テルマが再発見した。なお、ハーバード大学天文台のフレッド・ホイップルは、オテルマの発見公表後に、前日の11月5日に撮影していた、パトロール写真にこの彗星が映っているのを発見した。1980年の会期で若に星雲に接近し、スケッチや写真が残されている。 前回は2018年11月に近日点を通過し、同年12月23日に9.0等級にまで増行した。火星の軌道に近い近日点と天皇星の軌道に近い遠日点を持つ。1982年から2067年の間は小惑星のケンタウルス族のように振る舞い、木星、土星、天皇星の巨大惑星の金棒を通過する。 コマを持たず、木星以上の近日点を持てば、ケンタウルス族と呼ばれていたはずである。木下和夫の計算では、2056年の回帰の後、蒸気の巨大惑星の接動を受けて演実点が少し伸び、後天周期が38年から39年へ変化する。ありがとうございます。